はい、組み立てたね棚をね早速机の隣にね設置してみました。でですね、まあいろいろなんだろうな、まあ今まで床の上に置いてたものとか、まあ、そういうものをね棚にまあ置いたというか、まあ並べたというかね、そんな感じでちょっとねまだね上の方とかねただ置いただけっていう感じで、ちょっとね一番下かその上ぐらいしかね整理ができてないというか、まあ、左からね、ウーファー PS4、 あとは、コードがまあいろいろぐちゃぐちゃ入ってる箱と、まあ、ルーターとねモデムなんですけども、まあこんな感じでね、まあ置いてます。いろいろね、はい、まあ、ちょっとねケーブル汚いですけども、まあ、気にしないでいただきたいね。で、まあこれね、大きさ、棚の大きさだよね、まあ、高さはねいくつだかちょっとわかんないけど120センチぐらいだと思うんだ。多分120センチぐらいで、奥行きが30センチあるから、まあ、ノートパソコンでかいね 15.6 インチのノートパソコンなども置いても平気だし、あとはプリンター一番上に乗っけてもまあいいかなって感じもします。まあね、僕の場合は別の場所にねプリンター置いてるんですけども、ちょっとコンセントが足らなくなるのでね、まあ、あんまりここの部屋にコンセントを使うものは置きたくないので、これ以上、うん。で、ね、この一段の幅、この幅だよね、ここの幅が、34センチなんで、まあ15.6 の、まあノートパソコンぐらいだったら、まあ、開くことが開いたまま置いたことは置ける感じですね。はい、でまあ下ね、まあこんな感じで、はい。でですね、まあ一番下ですね、一番下はですね、まあ、約10センチ弱ぐらいですね。まあ空いてるので、まあね掃除機で下をね掃除することもできますし、まあクイックなんかでねこう手軽に掃除することができるので、まあ掃除はね結構床の上の掃除っていうか、まあ棚下の掃除だよね、そういうのはやりやすいかなと思います。はい、でですね、こちらボン家具さんっていうところの、まあ、家具なんですけども、他にもね、なんかもうちょっと安い、これが7000円ちょっとか8000円ぐらいなんだけども、6000いくらとかでね売ってる、こう似たようなね棚もあるんですけども、まあ1000円ちょっとの差なんだけども、ちょっと少しねこっちの方が高級感があるというか、例えばね安いやつだとね、確かにこの内側とかになんかネジ穴が見えてたりとか、これはネジ穴も外から見る限りはもう一個もないんですよ、ネジ穴は全部隠してるので。なんで安いやつはこうネジ穴が見えたりとかね、ちょっとなんか微妙、見た目がねちょっと良くないかなって感じと、あとは下のねこの足の部分ですね、足の部分なんですけども、ちょっとねこれじゃないやつ、まあ、他なんかねいろいろあるんですけども、これじゃないやつはねもう少し安っぽい足だったんで、ちょっと今回はこちらのね、ボン家具さんの家具を買ってみました。今回はボン家具さんのオープンラックの、紹介でしたね。組み立てね前半は組み立て早送りでお送りしたんですけども、まあ、こんな感じでね設置しましたというわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた会いましょう。バイバイ。